40万人感謝の突破記念でとしまして、スイッチ3つ用意しました。応募は、チャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。イエーイ。160キロチャレンジ。うちのね、ガチの聖母こと4番、ありがとうございます。小島大輝、ありがとうございます。高校時間24ホーマー。お前はゲームしかやってねえんで。パワープロ。ゲームじゃないです。サクセスしかしてないんだから。ゲームなわけないだろ。でも、まあ、この最強のガチのね、はい、ホームランバッターなら、はい、160キロ打てるんじゃないかということで、はい、秋葉原のバッティングセンターにやってきました。ここなんと170キロ。170 は次のお楽しみ。なるほど。なぜ160キロ前飛ばせなかったら無理じゃない。まあ無理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 。ないじゃなくても何でもいいんで前に飛べば OK。 あー OKOKOK、 okay, okay, okay. 普通の方は前にも飛ばないんで。頑張るわ。やっていきましょう。よっしゃ、ホームラン行くぞ。チェックタイム。おいおい、やばいっすね、やっぱ。まだいけるわ。やばいね。イージーっすか。イージーイージー。まあ俺らもイージーだよな。いや、余裕っすよ。もううずいてんでしょ。俺の中の野球魂がすげえ今来てて、やべえ。一発やっちゃっていいっすか。やっちゃっていいっすよ。行きましょうよ。じゃあノリで150キロでちょっと見てみましょうか。亀だか、お前。野球魂を吹いてくれ。キャッチャー魂を吹いてくれ。お、いや、どこ当たってるの。あれ、あれ、あれやってはいるんだけど。兄貴 S じゃなかったの。全部当たってはいるんだけどね。前飛ばないんで。 B と S だから。 B と S。 サワー N。 あー、セイクさん何打つんすか。スライダーしたいね。スライダー。140のスライダー。140のスライダー。これしかないの。ちょび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 ちえ、まっすぐ曲がってねえ。やめる。やっぱ早いね。じゃあ大輝さんに150キロやってもらいましょう、はい、いやーついに来ましたね。自称ミートエースのノリさんがあんな感じですから、まあ当てることはできるけど前に飛ばない。大輝さんがどんなもんかってところ、ね、そうだね。四番の字見せてくれよ。打たなきゃね。俺も野球 やってないっていうか。いきなりセンター前に放ちました。やばすぎん。苦戦していますね、さすがに。まあ俺が苦戦してるぐらいだからさ。ちょっとでもあれですね、バッティングセンターボールになってますね、うん、生きた球じゃないのでね。あ、やっぱ若干落ちているというか。これって変化球投げられるプロってどんな世界。いやいやいや、さっきノリの時にふざけて俺が一瞬90キロとかにした時、こんなに。いや、ほんまに死ぬと思ったでしょ。死ぬと思った。一回ガチで避けそう。もうこれやばいよ。あれ、ちょ、菅野さんがさっき言ったからね。これ2セット目じゃん。同じピッチャーも2回ダメなの。あ、なるほど。次じゃあ松井裕樹さんで。あ、これいける、これいける。俺松井裕樹と対戦したことあるからさ。あ、そういう嘘はいいんで。そうじゃないんだよ。
来ました。やーば、やーば。あーまあまあ、これはやばい、これはやばい。うわっ、えっ、うわっ、うわっ、えっ、うわっ。大地さん打てないと170球できない。あ、打てる打てる打てる。まあ、藤波もこんなもん。おお、飛ばした。まあ、藤波もこんなもん。おお、飛ばした。前飛ばした。おお、飛ばしてる。めっちゃ飛ばしてる。160丸150より。さっきも全然いい。やばい、センター前打ったとこ、やべえ、めちゃくちゃ当たってる、めっちゃ当たってる、めっちゃ打つよ。本当にやるなんかね、同じピッチャーダメだけど、本当にやるなんかね、同じピッチャーダメだけど、え、おっぱつくね、うわ、前飛ぶな。もうヒット打ってましたけど、これがもうガチの24ホーマーですね。うわっ、空振りしなかったからよかったけど、フルマラソンだったから、まだまだです。はい、ということで終わりました。めっちゃ疲れた、マジで。このアクションだったね。誰が言うとんねん。ちゃんとヒット打ってるし、ヒットも打ってる。まあまあ、でもまあ早すぎても苦戦はしてない。苦戦するよ、160って。あの、日本人じゃん。今回 GoPro も採用したんで、160のね、迫力っていうのも伝わって、いや、臨場感エグかったっすね。やばい、セーボネマン、こんなもんかと。170キロチャレンジしてこいと思ったら、好評、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。160かっくそれだった。やってないやろ、お前。君野球やってた。君野球やってた。僕はすごく野球やっていた。ハイファンの人だよ。僕はすごい野球やっていた。日本語覚えたての野球選手みたいな。